心から笑ったのは、いつぶりだろうか。あの子が、居候させてほしい。そう言ったとき、内心嬉しかった。今夜は一人じゃない。真っ暗な帰路を、軽快な足取りで進んだ。ただいま。嘘。ゆかりさん、遅いよ。え、いつもと同じ時間よ。いつも、こんな遅くまで。じゃあ、今日はパーッとすき焼き食べましょ。やった。ところで、この地球儀は何？すき焼き食べながら、一緒に見ようと思って。え、地球儀見ながら、すき焼き？おすすめのウイスキーを紹介しようと思って準備したのに。そうだったのね。じゃあすき焼き食べてから、おすすめを聞くわ。そうね。すぐに食べましょうか。はぁ、はぁ、お腹いっぱいね。ようやく一緒に地球儀を眺められるわ。地球儀好きね。ウイスキーを知る上で、地球儀は欠かせないからね。でも、今回は白地図でウイスキーの生産地を説明するわ。まず、ウイスキー発祥の地ね。これは諸説あるんだけど、スコットランドとアイルランドと言われているわ。地図の中ではここね。え？どこかしら？ここよ。この地域で作られるウイスキーは、スコッチ、およびアイリッシュと言われているわ。ふむふむ。ちなみに、この二つのウイスキー、綴りが異なっているのよ。スコッチはウイスキーで、アイリッシュはウイスキーよ。なるほど。K と Y の間に E が入るかの違いね。そういうことね。私は、スコッチは空、アイリッシュは鍵と覚えているわ。へえ。綴りにも注目してみるね。じゃあ、続いてはアメリカね。スコットランドやアイルランドからの移民たちが、トウモロコシを使って蒸留酒を作ったのが始まりよ。発祥の地から伝わったのね。そういうこと。ちなみに、綴りはアイリッシュ由来が多いね。なるほどね。じゃあ次は、カナダ。カナダは、アメリカから伝わってそうね。確かにそうね。カナディアンウイスキー誕生のきっかけは、アメリカ独立戦争なの。アメリカ独立に反対した人たちがカナダに移住して作り始めたのよ。歴史が学べるわ。そうね。次は、我が国、日本よ。日本には、どうやってウイスキーが伝わったの？日本に初めてウイスキーがもたらされたのは、ペリー来航の時と言われているわ。でも、しばらく模倣品しか作られなかったの。それで、本格的なウイスキー作りが始まったのは、大正時代になってからなんだ。なるほどね。それで、山崎蒸留所が、日本初の蒸留所として作られたんだ。そういうことよ。ちなみに、この5カ国で作られるウイスキーを、五大ウイスキーと言うんだ。へえ、五大ウイスキーか。飲んでみたいな。今日は、おすすめを5本用意してるから、この後飲んでいこうね。やったー。ちなみに、ウイスキーは、この5カ国以外でも作られてるのよ。へえ、どこなの？有名どころでは、台湾。それにインドね。最近では、この7カ国のウイスキーを、世界7大ウイスキーと呼んだりもするわ。なるほどね。ちなみに、インドは世界最大のウイスキー生産国であり、世界最大のウイスキー消費国なんだよ。世界最大。インド、恐るべしね。確かにそうね。この他にも、オランダ、スイス、オーストラリア、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、フィンランド、フランス、ベルギー、ジョージア、イタリア、ノルウェー、イングランド、オーストラリア、ニュージーランド、タイ、イスラエル、南アフリカなどでもウイスキーが作られてるの。すごく、いろんな地域で作られているのね。そうね。他にも作られている国があったら、コメント欄で教えてほしいわ。じゃあ、次はおすすめの銘柄を紹介するわ。待ってました。一つ目はスコッチウイスキー。その中でも一本目におすすめなのは、ザ・グレンリベット12年ね。へえ、これはどんなウイスキーなの？これは、偉大なる蒸留所で作られる、素晴らしいスコッチウイスキーなの。へえ、どんな蒸留所なの？ザ・グレンリベットが作られる、リベット谷は密造酒の聖地で、このウイスキーは国王もが愛飲するほどの美味しさだったの。国王が密造酒を飲んでたの？そうなのよ。そのことが一因となり、後にザ・グレンリベット蒸留所は政府公認第1号蒸留所になるわ。密造酒の谷で、政府公認って大丈夫だったのかしら？周りからは裏切り者と決めつけられ、絶えず命を狙われたわ。だから、創業者は護身用のピストル2丁を持ち歩いたそうね。それは大変ね。そうね。でも、次第にこのウイスキーは周りから認められたわ。そして、この名声にあやかろうと、勝手にグレンリベットを名乗る蒸留所が急増したの。それは勝手ね。そうよね。
その後、創業家は訴訟を起こし、ザ・グレン・リベットは他では使えない名称として認められたわ。ちなみに、定冠詞、ザが、本物のウイスキーであることを証明してるの。それじゃあ、味わいも気になるね。味わいは、花のようにフルーティーかつ滑らかで飲みやすいわ。その上、繊細な奥深さもあるので、初心者からクロートまで、万人が楽しめる一品ね。飲むのが楽しみだわ。それはよかった。じゃあ、続いて二つ目のおすすめ。それは、アイリッシュウイスキーの、ブッシュミルズ10年ね。これはどんなウイスキーなの？ブッシュミルズは、1608年に国王から蒸留免許を与えられた、由緒ある土地で作られるウイスキーなの。へえ、じゃあ、かなり古い蒸留所なのね。当時の記録が残っていないため、1608年に蒸留所があったかは不明よ。それでも歴史があることには違いないね。なるほどね。味わいはどんな感じなの？そうね。ブッシュミルズはアイリッシュの伝統である、3回蒸留で作られているの。スコッチでは、2回蒸留が主流ね。へえ。どうして蒸留回数が違うのかしらね。アイリッシュは、原料にライ麦などの穀物を使う場合が多いの。そうなると穀物の香りが強くなるんだ。それで、蒸留の回数を増やし、穀物の香りを飛ばすことにしたのよ。なるほど。使用する原料の違いが、蒸留回数の違いになったのね。そういうことね。今回紹介するブッシュミルズ10年は、スコッチと同じく大麦麦芽を原料としてるけど、伝統的な3回蒸留なので、この方法による味わいの違いが感じられるわ。どんな違いがあるの？そうね。雑味や癖が削られ、クリーンで軽やかな味わいになるの。そして、滑らかさや華やかさも際立つわ。まあ、癖が削られる分、個性が薄くなるデメリットもあるね。なるほど。蒸留回数も奥深いのね。そういうことよ。ちなみに、ブッシュミルズ10年は、ノンピートの麦芽を使ってるので、よりスムースな味わいよ。ノンピートの麦芽？じゃあ、ピートの麦芽を使うと、どんな味わいになるの？簡単に言うとスモーキーな味わいになるね。多くのスコッチのスモーキーさは、このピートから来てるのよ。ちなみに、ピートとはデイタンのことよ。そういうことね。いろんなウイスキーを飲んでみたくなったわ。それはよかった。ブッシュミルズ10年も興味深い味わいなので、この後一緒に飲もうね。わかったわ。次のウイスキーは何かしら？続いて、三つ目のおすすめはバーボンウイスキー。ワイルドターキー8年ね。バーボンウイスキー？ってどんなウイスキーなの？一番の特徴は、原料の 51% 以上をトウモロコシとしていることね。そして、熟成に使う樽は、内側を焦がした多くの新樽に限定されるの。なるほど。スコッチでは大麦麦芽を使用しているから、原料が大きく違うのね。そういうことよ。ちなみに、バーボンは新樽しか使えない。これは、スコッチにもかなり影響を及ぼしているんだよ。どういうことなの？スコッチでは、ワイン樽など様々な樽を使用しているんだ。その中で、バーボンには再利用できないバーボン樽は入手しやすく、スコッチの熟成樽によく使われているわ。なるほどね。バーボンへの興味も高まってきたわ。それはよかった。このワイルドターキーは非常に評価が高く、素晴らしいバーボンなのでぜひ飲んでほしいの。歴史をざっくり解説すると、ワイルドターキーの起源は、1869年に創業したリピー蒸留所なの。そして、ブランド名の由来なんだけど、当時の蒸留所オーナーは、自慢のバーボンを七面鳥のハンティング仲間に振る舞っていたの。そのバーボンは非常に好評で、仲間の一人が七面鳥にちなんで、ワイルドターキーと名付けたのよ。へえ、ワイルドね。そうなのよ。ちなみにそのバーボンの度数は 50.5 度で、ワイルドターキー8年も同じ度数なの。そうなんだ。すごく飲んでみたいな。バーボンらしい、キャラメルやバニラの風味が素晴らしいので、期待しててね。わかったわ。次のウイスキーは何？続いて4つ目のおすすめは、カナディアンウイスキーの、クラウンロイヤルよ。1939年に、イギリス国王として初めてカナダを訪問した、ジョージ6世への献上酒として誕生したの。すごいウイスキーね。そうよね。クラウンロイヤルをはじめとして、カナディアンウイスキーは癖が少なく飲みやすいの。だから、料理と一緒に楽しむのにもおすすめね。なるほどね。カナディアンウイスキーも、今後いろいろと飲んでいきたいね。そうよね。じゃあ、続いてが最後のおすすめ。ジャパニーズウイスキーの、ヨイチよ。ヨイチって、1992年に日本人として初めて、スペースシャトルで宇宙に行った毛利衛さんの出身地よね。そうだね。与一町に訪れた際は、宇宙記念館にも足を運んでみてね。それで、本題に戻るけど、与一はジャパニーズウイスキーを語る上で欠かせない銘柄なの。ふむふむ。
余一は、スコットランドでウイスキーを学び、日本初のモルトウイスキー蒸留所を作った。ある一人の男が、夢への出発点として選んだ北野大地なの。夢への出発点？そう。夢への出発点よ。日本で本物のウイスキーを作る夢へのね。なるほどね。でも、どうして余一に新たな蒸留所を作ったの？一言で言うと、スコットランドに似た気候でウイスキーを作りたかったからよ。へえ。じゃあ、夢の出発点で作られた余一って、どんな味わいなの？重厚で力強い味わい。それでいて柔らかさや、塩っぽさも感じられ奥深いの。飲んでみたいわ。じゃあ、今夜は5大ウイスキーの飲み比べを、ゆっくり楽しもうね。ゆっくりと楽しみましょうね。あの子が来てから、家は綺麗になったし、料理も作ってくれる。それに、ウイスキーだって。でも、そんなの別に、嬉しくなんてないんだから。次回、大密造時代、色づくウイスキー、その後の繁栄。頑張れ私、今日も一日、負けないんだから。今日の一本は白州。サントリーが理想の水を求めてたどり着いた地、白州で作られるウイスキー。白州は森の蒸留所としても知られ、自然の豊かさが感じられる。おすすめの飲み方はミントを添えたハイボール。みんなもぜひ、試してみてね。